久保さん、今回日本にしましょうか。日本の日。はい、まあ、あれですよね。まあ、運があるとするならば、僕は日本に生まれたことが運があると思うんですよね。全員が。日本に生まれてる人、全員運ありますよね、多分。おそらく。<laughs> うん、まあ、露骨にねあのショッピング、ショッピングモールはえぐいですね、あれね。 ショッピングモールのえぐいっすね、でなんかあの見たんですけど、あのショッピングモールなんかにな、なんだっけな、なんかフェイスブックにそのショッピングモールを通過する軍隊の動画を投稿した人がいて、それが原因なんじゃないかっつって、その投稿した人が拘束されたっていうね <laughs>、すいませんでしたみたいな。 車載動画がなんか見ましたけどうんうんまあでもロケット打つ方がまあ悪いっちゃ悪い <laughs> まあ投稿したのが悪いのかっていうとまあまあこの状況下なんで仕方ないんですけどロケット打たなきゃいいんですかね <laughs> 別に <laughs> うんまあまあまあ平和ですよ今日も僕は今から風呂入れるしもう水も水も便器もガスもなんか全部インフラ止まってるみたいな話で。 あったかね、暖房もつけられるし暖房もあるしあったかいお湯出るしわかんないでしょうね、うんまあ、こうやって悠長に動画も撮れるし本当、うん、ありがたいですね、うん、だからまあこの日本に生まれて まあいろいろ挑戦できるチャンスがたくさんあるんだけどもそれを使わないっていうのはまあ手持ちのカードは日本なんじゃないですか <laughs> そう大きい大きい手持ちのカードは日本っていうところに住んでるっていうのがあのまあ大きいくくりで言うとねすげえいいカード持ってんじゃないかなっていう飯もうまいし安心安全だしうん まあそれを使わないっていうのはもったいないなと思いますねで。あとはやっぱね、どうせやっぱ僕たち死ぬんで、まあその、まあ戦争でね、今亡くなってる方もいますけど、戦争で死ななくても、寿命で死ぬし、一生生きるってことはないんですよね。そう,だそう考えたら、まあ早かれ遅かれ、まあ交通事故でね、 今日も亡くなっている方、日本でもいるかもしれないですけど、まあ、遅かれ早かれ、なんかで死ぬんで、うん、死ぬ前に何したいのかっていうね、お風呂あきましたね。まあ、僕はあの鹿児島で独立した、結構、ウェイクポイント、大きい最終決断をした理由は、死ぬ前に挑戦。 しないこ,ここで挑戦しないともうないかなと思ったんですよねそうネットビジネス始めたのが20代で気が付いたら34ぐらいになっててねもう10年以上もうね30代もあと6年か5年かみたいな感じで思って独立しましたけどうんもう挑戦もできなくなりますからね でもあの時の決断は本当に僕は良かったなと思いますね。うん、もしあの決断なかった今はマジ今の人生ないので。うんそう。まあ何を意識するかですね。うん。うん でもこうやって自由になって、まあ時間に余裕ができて、うん、まあ一般的なその、あれから抜けて思うことは、まあ今一人がやっぱ最強だなと思いますね、今の時代は。一人が。僕はね。うん。一人でやっぱ稼げるスキルというか一人でこう、まあでも久保さんが言う通り、ね、自分の飯を自分で稼ぐっていうのは別に、 ね、じなんだろうな昔で言うならば自分の食べる飯を自分でその狩りに行って買ってくるっていうのはまあねサバンナの動植物弱肉強食の世界でも自分が飯食う分あれじゃないですか小鳥さんとか鳥鳥とか自分が生きていくために自分が飯食っていくために自分で ななんか捕まえてなんか食ったりとかかしてるじゃないですかだから本当にそう考えると人間の方が知能はあるし人間の方がいろいろできると思うんですよ。だけど実は人間の方が弱いみたいなね, <laughs> ね動植物全部そうですよね自分で自分の生きるものをこうやってますよね。うーん まあ、まあ、別に普通かなっていう。そう。やっぱ他人を食わせる、他人を食わせるっていうのはね、まあやっぱ、うーん、なんか、きついっすよね。きつい。<laughs> まあ久保さんが言う通り、その、お前らが <laughs>、お前らが売り上げ上げられないから、こうなんだろうっていう <laughs>。もうまさにその通りですよね。今この状況になってるのは、 売り上げが上がってないからだろうっていう。部長が帰れないから、みんな帰れないんですよ。いや、帰れない理由は売り上が上がってねえからだろうみたいな、ね、売り上げ上がってればみんな帰れるし、定時で上がれるし、給料,給料も出るし。そのなんでこんなガリガリ仕事するのかっていうと、あなたたちの分まで働いてるのよっていうね。<laughs> あなたたちの給料を稼ぐために働いてるのよっていう話で。うん。まあ、あれはね、多分ね、忘れないですね。 部長が帰れないから帰る早く帰れないっすよ、みたいな。うん。な、何のためにやってんのかな、みたいな。なんの,のためにじゃ夜遅くまでやってんのかな、みたいな。<laughs> うん。まあ言いたかったっすけどね。まあ言えないですけどね、それはさすがにね。そう。自分の、 飯は自分で買ってくるっていうね。狩りに行ってくるっていうのは、まあ普通っちゃ普通ですよね。うん、人間以外全員それやってるわけじゃないですか。まあペットとかはちょっと別ですけど、うん、ね、山にいるね、動物とか、山にいるその、ね、猿さんとか、山にいるイノシシとかね、山にいるなんか、なんかね、全員自分で飯かっ、あの、 なんとかしてるわけですからね、うん、まあ、だら日本っていう手持ちのカードを使いましょう。いってらっしゃい。